株式会社ブロードバンドセキュリティ代表取締役社長滝沢です。本日はご視聴いただき誠にありがとうございます。これより当社の2022年6月期通期の決算内容と最新のトピックなどについてご説明申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は3つのパートに分かれています。まず2022年6月期 通期の業績についてご説明申し上げます次に最近のトピックスについて最後に当社の概要の資料をまとめておりますでは最初に2022年6月期通期の業績サマリーについてご説明申し上げます皆様も報道などでご存知かと思いますがここ数年でサイバー空間をめぐる情勢が大きく変化しております 内閣サイバーセキュリティセンターの資料ではその原因として次の3つが挙げられております。1つ目は新型コロナウイルス感染症の拡大によって在宅勤務などのいわゆるニュー,ノーニューノーマルと呼ばれる働き方が定着したこと。2つ目はデジタルトランスフォーメーションと呼ばれる変革が進展しこのニューノーマルの拡大を加速していること。3つ目は ロシア・ウクライナ危機など国際情勢の変化によってサイバーリスクが増在していることです。これらの影響も関連していると思われますが国内でもさまざまなインシデントといわれるセキュリティの事故が増えています。経営層のセキュリティへの認識はアメリカなどと比べるとまだまだ低いというデータがありますがまさに今高まり始めているというのが実感です。当社でも経営層向けのセキュリティの啓発は継続しておりますが 近年、その手応えは確かなものになっており、セキュリティ専門事業者としての当社の社会的な意義、あるいは使命がますます高まっていることを実感しております。こちらは、2022年6月期、通期の損益計算書でございます。当期の売上高は52億1600万円、 前年同期と比較し20.1%の増収となり過去最高を更新いたしましたまた営業利益は5億トンで900万円であり前年同期費141.6%増で過去最高となりました経常利益は4億9700万円で151.9%増当期準利益は3億5200万円で 190.3%増となりましたこのように売上高各利益とも過去最高となりました次に3つのサービス区分ごとの売上高の推移についてご説明します全ての区分において過去最高の売上高を更新しております最初にセキュリティ監査コンサルティングについてですこちらは 前年比64%増と最も売上高が増加いたしました金融業界向けの監査ビジネスが好調であり特に地方銀行を中心とした新規顧客の獲得が順調であったことが大きな理由の一つですまた昨年7月に事業を承継しましたゴメスコンサルティング事業の売上も寄与しております次に脆弱性診断です こちらは、顧客数、案件数ともに常に多く、順調に売上高を伸ばしております。この傾向を維持するため、人員体制の増強に取り組んでまいりました。後ほどご報告いたします、協力企業との連携もあり、順調にサービス提供を行うことができ、本季も増収となっております。3つ目の情報漏洩 IT 対策です。皆様のご存知の通り、昨年末からのサイバー攻撃の増加に伴い、 セキュリティ自己対応が急増しております加えて EDR の監視運用サービスの顧客数の拡大に伴い大幅な増収となりました EDR とは皆様がご利用されているパソコンなどエンドポイントと呼ばれる機器において不審な挙動を検知することで迅速な対応を支援するソリューションですいわゆるアンチウイルスソフトに代わるものとして近年注目されており 市場も急成長しております結果として各サービス区分とも過去最高の売上を更新いたしましたこちらは各サービス区分ごとの過去4期の推移をグラフでお示ししたものです全ての区分において過去最高の売上高を更新しております特に右側の情報漏洩 IT 対策の区分については 売上の75%程度が月額課金によるものいわゆる定常収益となっており安定的な売上高の拡大に寄与しております次にそれぞれのサービス区分別のトピックについてご説明申し上げます最初にセキュリティ監査コンサルティングサービスですセキュリティ事故の増加に伴いセキュリティコンサルティングのニーズが拡大しておりますまた 政府の重要インフラを対象としたサイバーセキュリティ行動計画というものが更新されたことによる影響も大きいのではないかと考えておりますさらにクレジットカード業界のセキュリティ基準である PCIDSS の最新バージョンに関連したコンサルティングや海外送金ネットワーク SWIFT に関する評価のご支援サービスも地方銀行などを中心に増加しました,また 積極的な情報発信も行っておりますいわゆるウェビナーというオンライン形式での情報発信はこのコンサルティング分野だけでも昨年度42回実施いたしております今後これらが商談につながるよう営業的なフォローにも力を入れております次に脆弱性診断サービスについてご説明申し上げます本サービスも顧客ニーズの拡大を背景に 過去最高高の売上高となりました特にクラウドの設定に関する診断が前年度に比べて大きく増加しており担当エンジニアのトレーニングを強化するなど体制を整備して対応しております。またランサムウェア対策など市場の変化に対応した新しいタイプの診断の引き合いも非常に多くいただいております。こうした最新のニーズにお応えしたサービスを提供することでご好評をいただいております。 最後に情報漏えい対策サービスについてです。このサービスは24時間365日体制で実施するセキュリティ監視、マネージドセキュリティサービスがメインとなっています。特に1年以上の契約期間によるサービス売上げ、いわゆる定常収益の案件が順調に拡大しております。その中でも、 先ほど申し上げました EDR と呼ばれるエンドポイントの監視運用サービスが好調であり前期比の2倍以上の顧客数となりましたまた情報漏えい事故の調査については従来からのデジタルフォレンジックサービスに加えクレジットカード情報の事故調査を行う PFI と呼ばれるサービスが増加いたしました結果として前期比1.6倍の売上高となりました 当社はクレジットカード情報の事故を取り扱える数少ない機関であるため案件が集中する場合も多くあります。このため社内の人員育成や協力会社との協業体制の構築を進めております。こちらは情報漏え IT 対策サービスのうち毎月課金を行ういわゆる定常収益の増加を示すグラフです。月額の売上高は、2018年、 6月と比較し55.6%増加しております定常収益の増加は当社の利益の基盤ともいえ安定的な経営の支えにつながっており今後も注力してまいりますこちらは顧客数の増加を示ししたグラフです2022年6月の顧客数は1360社となり直販代理店経由いずれも好調に 推移して増加しておりますこちらは対策対象表のサマリーです純資産の規模が拡大し有利子負債の減少により財務基盤が安定いたしました結果として自己資本比率は39.3%となり前年度よりも比率が高まっております続いてキャッシュフローのサマリーについてご説明いたします 純利益の増加に伴い営業活動によるキャッシュフローが増加いたしましたまた投資活動によるキャッシュフローと合わせてフリーキャッシュフローにつきましては前期よりも大幅に増えておりますまた自己株式を取得したことにより財務活動によるキャッシュフローは前年よりも減少いたしておりますこちらは2023年6月期の業績予想となります 売上高は前期比十一点二パーセント増の五十八億円。内訳を記載しておりませんが、すべての事業区分において増収を見込んでおります。また、営業利益は五億八千万円、営業利益率は十パーセントを見込んでおります。経常利益は五億七千百万円、当期純利益は四億円を見込んでおります。いずれの数値も過去最高を更新するものであり、現在。 この予想値に向けて日々の事業展開を進めております続いて最近のトピックスについてお話しいたします当社は経営ビジョンとして便利で安全なネットワーク社会を創造するを掲げておりますこのビジョンを具現化するために以下の4つの項目を価値として定義しております これらを2022年6月期のトピックスと合わせてご紹介いたします。まず、お客様の情報資産を守り、成長を支援するというキーワードに関連して、幅広いお客様へアプローチを目指し、いくつかの企業と業務提供を進めております。お互いの強みをシナジーによって高めたり、リソースを相互に保管し合ったりと、様々な形の提供を進めております。 特に前期におきましてはグローバルセキュリティエキスパート社と資本業務提携を締結することによりより一層のシナジー効果を出せるよう取り組んでおります他にも同業他社との情報共有により社会全体のセキュリティ意識の底上げの活動にも参加しておりますまた顧客ニーズに真摯かつ迅速に対応するという価値のために 常に顧客の課題やニーズは何かということを考えて新しいサービスをリリースしております2022年6月期では昨今のセキュリティ事故の急増に伴い不安を抱える企業に対していくつかのサービス提供を開始しましたまたお客様からのニーズとして DX の進展やクラウドの拡大による新たなセキュリティ対策といったこともよくお伺いしております当社では アマゾンの展開する AWS に関連したサービスに注力しており、技術者育成のために資格手当などを大幅に拡充するとともに、教育に力を入れております。結果として、社内で AWS 関連の有資格者は100名を超え、アマゾンからパートナーとして認定されました。金融機関向けのニーズにもお応えしており、特に地方銀行や信用金庫などにおいては、 自分たちでセキュリティに関する専門要因を抱えることが難しいという課題があり当社がまずコンサルティングサービスによって現状の可視化を行い脆弱性診断やセキュリティ監視などお客様の状況に応じたソリューションを提供する事例が増加しております次に進化する攻撃にサービスで対抗するという価値に対して打ち出したサービスについてご説明いたします サイバーセキュリティの分野で世界的リーダー企業であるハローアルトネットワーク社と提携しプリズムアクセスというクラウド型のソリューションと当社の24時間体制のセキュリティオペレーションサービスを組み合わせた運用監視サービスの提供を開始しましたクラウドサービスの拡大やテレワークの普及など企業の IT 労働環境の変化に伴いゼロトラストという概念でのセキュリティ対策を実施する企業が増えております 本サービスはそういった企業に対して24時間365日の運用監視を提供するものとして注目されている分野となります。2021年6月期から本格的に開始して開始いたしましたウェビナーですが2022年6月期も多数実施いたしました単独での共催に加えて先ほどお話ししたパートナー企業との共同開催の回数も増えております。 新たな営業の形として確実に定着したと考えております。次に昨年7月に承継いたしましたゴメスコンサルティング事業についてご紹介申し上げます。ゴメスコンサルティング事業では2005年よりさまざまなサイトライランキングを発表しております。金融不動産、EC、IR サイトなど30業界 4600サイトをゴメス独自の評価基準で評価しランキング発表を行っています便利で安全なウェブサイトの普及に向けて UI UX 視点の評価にセキュリティという軸を加え既存事業とのシナジーをさらに拡大してまいります次に地方創生人材育成支援についてお話しします当社では2018年から継続して 三つの国公立大学でセキュリティ講座を開設し大学生への教育を通じて日本のセキュリティ人材育成に関わっていますそして2021年9月秋田に東北セキュリティ診断センターを開設いたしました地元企業様と協力しながらともに日本で有数の IT セキュリティ市場の構築に貢献できるオフィスとなることを目指しておりますまたこれらの施策は 新卒採用などを通じた人材採用においてもですね、成果を上げております最後に当社の働きやすい環境づくりについてご説明申し上げます当社では人材育成を大きな柱と捉えており社員に対しては未来時間として将来のキャリア形成のための時間を提供しています具体的には給与が末起きのまま1日の就業時間を 従来の7.5時間から6.5時,時間に2019年から短縮していますこの1時間を未来時間として社員に提供することで社員の学習を促しスキルアップを図っております社員のセキュリティ関連の有資格者についても資格手当の制度等を含めて充実させておりますさらに当社はダイバーシティ 多様性の推進に関しても積極的に取り組んでいます外国人の雇用をはじめ育児や介護などは法定以上の制度を導入しており社員が継続して働き続けられる環境を整備していますまた、女性の登用については管理職の16.3%が女性であるなど積極的に推進しております 女性管理職の割合は情報通信業界の平均の約2倍に当たります。以上がトピックのご紹介でした。本日はこれ以降の会社の概要は割愛させていただきますが、後ほどお時間があるときにウェブサイトにございます IR 資料を見ていただけますと幸いです。今後も便利で安全なネットワーク社会を創造するを経営理念とし、 社会のために活動を続ける当社の成長を見守っていただけますと幸いです以上をもちまして2022年6月期通期決算説明を終わりたいと思います最後までご視聴いただき誠にありがとうございました